浮橋市は、福岡県の南東部に位置する市である。浮橋主要部の空中写真。2018年4月28日撮影の10枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。福岡県の南部、筑後地方に位置しており、大分県の日田市と隣接する。 筑後川を挟んで浅倉市と接し、西は、久留米市田主丸町、南は、八女市星野村と隣接する。市内を久し台本線と、国道210号が、東西に横断する。経済的には、久留米市、浅倉市との関係が強く、漁師への通勤通学人口が多い。また、県を越えた大分県の日田市との経済的結びつきも、ある。 クルメ市への通勤率は13.6%となっている。森林セラピー基地認定。従来の大技の前に、旧帳名を冠する。敵有商用軍浮派軍浮派氏と変遷してきた。合併前の旧市町村については、各項目を参照。高等学校、中学校、小学校指名と同じ浮派駅があるが、 中心駅は、筑後吉井駅である。浮羽駅は1990年まで、筑後戦速駅という名前だった。浮羽町内線の終点市内を走る、バス路線の拠点は、旧吉井町地区が、西鉄吉井営業所、旧浮羽町地区が、浮羽発着所である。このほかかつては、大石線と山春線が存在した。かつては、たバスが、 浮葉発着所を経由して、久留米市と日田市の日田バスセンター、高塚を結ぶ路線を運行していたが、浮葉発着所、日田バスセンター、高塚間の運行に短縮された後、2014年5月21日に廃止された。また、浮葉発着所から、腰尾地区、妹川地区を結ぶに路線が存在したが、2014年9月30日の、 運行をもって廃止された。平川家住宅つづらは、個人浮派町公圏にある、エリソン・鬼塚橋の、下流川親柱に設けられた、協梁名のプレートとエリソン・鬼塚の略歴を記した、説明版。ありがとうございます。